久保さん、今回、アムウェイの信者にしましょうか。なんかね、昨日か一昨日ね、アムウェイの信者40年っていう、なんかそのインタビュー、なんかその、インタビューチャンネルみたいのがあって、チャンネル登録800人ぐらいだったかな。で、じゃあ見てたんですよ。アムウェイ40年の信者です、みたいな <laughs>。が、なんか出てて、で、インタビューしてて。で、なんかその、タイトル取るために、なんかその、 その列をね、揃えるために金払ってね、鍋大量に買ったりとか、実はしてるよ、みたいな <laughs>。だから、目的が変わっちゃってる、みたいな、結構言ってましたね。だから、その、コミュニティで、あの、なんだ、有名になるというかね。当初は、成功するとか、自由だったりとか、多分そういう感じだったんだけども、それがちょっと、ある一点の中で変わっちゃっちゃって、 なんかそのコミュニティで自分の存在をポジショニングをこう維持していくプライドだったりとかまあそういうなんかそういういのが発動してるみたいなねまあ,あ40年見てきた人がなんか言ってましたけど、うん、僕はねネットワークに関してはいろいろあるんでまあ、僕も5社ぐらい入ってきましたけどもなんかねあのー 良かったなと思うのは、僕はネットでビジネスやってるので、違う視点で物事をこう分析できて、見ることができたっていうところが良かったなと思いますね。もしそのネットやっていなかったら、自分でビジネスやっていなかったら、違う側面で見ることはできなくて、それが全てだみたいに、ね、なってたかもしれないしまあそ、その世界観でね、人生楽しいとか、うまくいってる人もいると思いますんで、まあ、何が正しいのかわからないですけども、少なくても、 ネットワークビジネスよりかは、僕はまあその、ね、いろんなネットワークビジネスがあるんでね、全部ではないと思いますけども、なんか毎回勉強が行かないといけないとか、そういうネットワークであるならば、ね、ネットビジネスなんか、まあ自宅にいながらこれでなんかカメラに向かって喋ってるだけじゃないですか <laughs>。<今笑>楽っすよね、交通費もかかんないし、お茶代もかかんないし、時間も取られないし、本当ね、YouTube いいんじゃないですか。って でも YouTube やったことない人からすると、YouTube やって儲かるんですかみたいになるだろうし、なから水かけ論なんですけどね、結局は。うん。まあ、な,なんでもかんでもやってみないとわかんない、見えてこないことがあるし。うん。うまあ、人それぞれ、人生それぞれですね。いってらっしゃい。